オミクロン株の感染拡大が続くアメリカの話ですがオミクロン株の亜種が90件あまり確認されましたアメリカメディアによりますと従来型のオミクロン株 BA.1 が変異した BA.2 が25日までに22の州で合わせて92件確認されたということですアメリカ全土で23日 およそ22万人の感染が確認されましたがステルスオミクロンとも呼ばれるこの亜種が確認された割合は非常に低い状況です同じく感染力が強いと見られていますがより状況を悪化させるというデータはまだなく重症化を防ぐにはワクチンが有効だと分析されています保健当局は他の国で、 感染の増加がが、見られるがアメリカでは感染の水準は低いままだとして今後の動向を注視するとしています。